そういう今親方いないのかなと思って、稽古しない稽古しないとか言ってあのテレビで言うんじゃなくて、北野さんがさ、それは一番典型的なダメなパターンだと思う。今まで自分が35まで相撲を取ってきて、で、あ、やっぱりここは悪かったな、そこは悪かったなっていうことを反省しながら人生を終わる、やっぱり人生終わるわけじゃないですか。まあ一回は相撲は終わってて、で次の世代に自分ができなかったことをどういうふうな形で教えるかっていうことが夢であり楽しみであるわけですよね。まあ、幕下の結構いいとこいて、ちょっと教えたらすぐ強くなるのになと思うこともたくさんある。ここを鍛えたら、ほんと見違えるほど相撲強くなるのになとかね。で、やっぱ言っても分かんなかったら、こういうふうな形でビデオ撮ってさ、稽古場にビデオ撮ってて、ほんで相撲終わるじゃないですか。でビデオ撮ってて、ほんでそこでなんで悪かったかっていうのをこうビデオで見せて、これこの角度見てみて、この角度が高いだろうとか言って、この角度を低くするためにはどうしたらいいと思うとか、そういう教えじゃないですか。だから毎回だったら、今なんか携帯でもビデオ撮れるわけだから、携帯でだからビデオ撮らしといて、で終わったらもうね、ミーティングして、で今日こういう風な相撲を撮ってたけど、見てて、テレビで自分で客観的に見ててどう思うって、気合入ってると思うって、そういうなんかこう、そういう今親方いないのかなと思ってな。なんだら、ただ見ててさ、真剣に強くなりたかったら、いやちょっとこれ高いと思うんですけどって思うだろうって、思うんだったら、この高くするのを低くしたら、低くするためにはどうしたらいいと思う。腰を下ろす、腰を下ろすって自分で思っててもできないわけでしょって。だからどういうトレーニングしなきゃ腰が下りないかっていうことは分かるでしょって。それを毎日繰り返しやらなきゃダメだ。毎日だからそれ1週間に1回でもね、ビデオ撮って、で自分のどこが悪いかとか、今日いい相撲撮ったな、ちょっとビデオで見てみって、こんな今いい形で当たれてんだよ、それをもう自分の一番いい形を、一番いいのをイメージして、これから相撲を取っていってみて。っていうことをこう教えていったら、もっと、だから、もっと力士も、だから、ただ怒るんじゃなくて、うん。そういうことを繰り返しながら、やっぱやるべきだと思う。今はもうそういう時代だと思う。昔と違うからね。ほんでやっぱ、こう毎日しんどい稽古ってもうほんとすぐ嫌になってくるわけよ。だから誰かの勝つがないともうできないとかね、もう毎日毎日同じことの繰り返しだから、だからそこをいろんなバリエーションつけてあげるとか、それは親方の仕事だから。だから稽古しない稽古しないとか言ってあのテレビで言うんじゃなくて、だから、稽古しない稽古しないってテレビで言うんじゃ、今時の力士は稽古しないって言うんじゃなくて、もっとバリエーションつけて本人が納得するように、分からないんだから、ただ四股と鉄砲性強くなるからって、それの繰り返ししか教えないわけだから、そうじゃなくてどうしたら強くなるかっていうことをあの考えながら教えていくべきだと思う。そういう時代だと思う。そしたらもう稽古不足だっていう力士も減るし、ほんでやっぱ親方の言ってることがね、うん、分かるように、やっぱそういうふうな親方もそういうふうなトレーニングの勉強とか、そういうどういうふうに食生活したら筋肉が大きくなるかとか、脂肪が落ちるとかとか、そういうとことも全部こう研究してね、やるべきだと思う。ただプロだもんだって。プロなんだから、アマチュアの高校相撲の監督とかよりもだってもう劣ってたら意味がないんだから、正直。俺だったら今俺親方やるんだ、毎日毎週帳面書かして、ほんで
で、ここを今クリアできたのかとかできてないのかとかね、いうことをこう毎回毎回チェックさせるよね。で、やっぱ体脂肪も今いいのあるから、だからそれこう全然相撲勝ってないけど、お前ものすごい体脂肪、体重変わらないのに体脂肪落ちたねっていうことは、それだけ有酸素トレーニングをたくさんやってるよねとかね、有酸素トレーニングをたくさんやって、ああ脂肪落ちたなと、今稽古勝てないけど、もう自分がそういうふうなパターンになった時は必ず勝てるようになるから、もう継続して頑張りなとかいう話もできるし、なんで今の親方ってそういうことやんないのかなと、うん、本当に真剣に弟子一人一人と向き合ってやってればそういうことはできるはずなんだよね。自分のことを念頭に置いてじゃなくて、もう人は人っていう形でいるわけだから、その対してその人間が一番強くなる方法を考えてあげないといけない、うん、自分はこうだからあの相手もこうだじゃなくてね。だから昔あのつい最近だけど、なんかあの北野さんがさ、その部屋は部屋の相撲にはまるとか言って言うけど、それは一番典型的なダメなパターンだと思う。なんでかわかる？ダメなパターンだっていう、ダメな意味がわかる？わかる？わかんない。ただ聞いてるだけでわかんないでしょ。だから高砂部屋だったら高砂部屋のだからその色があるって言った、あ高砂部屋って言ったら押し相撲だって、押し相撲しか教えてないとかね。だから何々部屋って、ああこうなんか粘っこい相撲取るのは二所だとか、ね、そういうことを言うっていうことは、だからそういうその時のその親方の色に染めてるわけ、うん、まあこれだけやっておけばいいんだみたいな、そうそう、そういうのね、そういうテクニック、いろんなやっぱ人はいるわけだから押し相撲は得意な人もいれば、四つ相撲が得意な人もいれば、まあ、はたきが得意な人もいれば、力士メインで考えてないってこと。そうね、自分の体験のメインで考えてるから、そうじゃなくてやっぱいろんなもう多種多様なやっぱこう筋力があったり、こう体が大きかったりとかね、あこういう相撲に適してるなということを考えながら相撲を教えるべきだよっていう、何でもかんでも当たっ、まあ、入った時は相撲の基本は押しだって、押ししか教えないけど、やっぱそういうのも全部踏まえて、だからこれからどうやって親方がどうやって人を育てていくのかとか、そういうのもやっぱり、うん、一番メインになってくるんだろうね。解説とかでも、うん、あの稽古が少ないじゃなくって、うん、親方が稽古の教え方が下手くそだって、そういうことだよね。前でもそうやって言えばいいのにさ、最近の力士は稽古しないとか言ったら、最近の力士は稽古しないっていうのは、最近の親方は稽古を見てないっていうのと同じことだから、教えられないってこと。そうそうそう、だからもうそういうことを言ったら、俺が親方だったらお前意外にせえよって言って、お前大した稽古しなかったろうとか言って言いたくなってくるけど、まあそれは違うからね、うん。あとはそのいろんな技を繰り出すためには、やっぱ親方も一丸となってやらなきゃダメだよってこと、うん、自分一人の力じゃ無理だな。でやっぱ客観的にこうやって外から見てて、この子はだからこういう相撲が適してるなとかいうのを見て分かって、それを伸ばしてやるのが部屋の師匠の力だと思うし、うん、現状だと親方の質が低下してるってことなんですか。うん、低下してるから、やっぱみんな強くなりたいやつはいろいろパーソナルトレーナーとか頼んで、自分でどういう筋力をつけたらいいかっていうことを考えながらやってるじゃないですか。それは本当は親方がやらなきゃいけない、パーソナルトレーナーはね。だって相撲知らない人にパーソナルトレーニングを教えてもらっても、どういうふうに力を出したらどういうふうに力が出るかっていうことを本当わからないんだから、どの筋肉が必要かっていうのは分からずに、うんうん、とりあえず鍛えるっていう、そうそう、とりあえず鍛えて、どこの筋肉は
実際に本当に必要なのかっていうことを考えて教えていかないと難しいんだよね。だからトータル的にこういい体を作るってことはたやすいけどね。だからいろんなスポーツあるじゃないですか。体操競技もあれば、まあ陸上競技もあれば、ね、柔道もあればいろいろ。だからまあでも今回さ、俺もいろんなスポーツ選手いっぱい友達いるわけよ。だから今度 YouTube でさ、いろんなスポーツ選手にいろんなスポーツの話を聞いてみようよ。なるほど。今度ね、まあだからまあ俺の YouTube 出ねえよって、いや相撲関係者は言うけど他はだって何も知らないから別に出ても、うん、でも相撲のことは分かんないわけだし、だまあいろんな話をちょっと聞いてみようよ、ね。あいつはどこにいるのか、中野新橋を探せ、ジェン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 、どこで笑うんだ松村だと。わ、泡だらけ。まっちゃん、大きな体の鷹の花、お兄ちゃんは勝る。